Hey guys, Cell here. Welcome back to some more Danmachi Memoria Freeze. It is now time to enter the labyrinth and take on Minotauros. After, of course, we go through everything. Labyrinth time. Let's do this. そこら辺の遺跡なんかよりよっぽどすごいんじゃないか。城の地下に広がっているというのが未だに信じられん。穴掘りが得意なドワーフでもこのような領域は作れんぞ。一体どれほどの奇人ならこんな馬鹿げた領域を作れる。あたりに見とれるのもいいんですけど、ラビリンス中が魔物で溢れてる。数が多すぎます。王都の外に通ずる他の門を開けて中に招いたか。通路を埋め尽くす無数の魔物、うごめく黒き影。ならばここは超絶強くなった私に任せてもらおうか。クロッツォの魔剣のお披露目だ。行くぞ、炎の魔剣よ。Yes, now we have the power of thunder and flames. Of course, it's a power we've got since the beginning of the second act, but we'll let that slide. Mainly that and the fact that I'm still contemplating whether or not I should summon one more time to get an extra copy of Argo, so that way he can be maxed out at level 80, then max him out with Hero Ascension. He'd be a beast. At least I'd hope he would. 一発で魔物どもが消し飛んだぞ。強い！負けすごい！なぜ使用した貴様が一番驚いている ？How should he know? He's just got it. え、これすごくない？下手したら雷帝の剣より威力高くない？これも楽勝でしょ。バカスカ撃てばミノタウロスにも干渉でしょ。英雄タウンアルゴロート完。バカスカ撃ってるとあっという間に砕けるぞ。大事に使え。Oh, well, that sucks. はい、大切に使います。英雄タウンアルゴロートはまだまだ続くよ。しかし下せませんな。これほどの魔物を招き入れるとは。このラビリンスは王城とも直結しているのでしょう。たとえ我々を始末したとしても、その後は城も陥落してしまうのでは。ミノタウロスさえ無事なら相当できる。そう踏んでいるんでしょう。あの王が考えそうなことだわ。そして悔しいことにそれは当たってる。それならば俄然ミノタウロスの動きが気になってきますが、昨夜オルナ殿が語った話によれば、鎖に戒められたミノタウロスを王は制御でき自由に操れるという話では。新たな生贄、王族の血を摂取させない限り鎖の支配力は弱まったまま。王女がまだ生贄として捧げられていない以上、王にとって今は最もミノタウロスを制御できない時期よ。なるほど、そういうことか。ならば限りなく今のミノタウロスのあり方は純然たる魔物に近い。それはそれで怖いですな。本能で生きる魔物は何をしでかすかわからない。王が裏で操っている方がまだ予測もできたというもの。話はそのあたりにしておけ。大軍だ、来るぞ。 Come, oh pathetic beasts. 私も冒険を。勝因選択。敵を答えてくれ。Actually, yeah, the enemies literally are getting bigger. The goblin rogue was no match for our flaming sword. 有利、いいか。あなたに聞いておかなければならないことがある。なんだこんな時に。戦の最中だぞ。
告げた通り、私はミノタウロスを倒す。私は楽園を壊す。あなたが部族の移住を求めるこの王都は、絶対的な領域ではなくなるだろう。それでもあなたはいいのか？怪物の存在ではなく、人の手で守る都となる。正しい道理に戻るだけ。ただ、それだけだ。それに。これまで王都を守護してきた化け物に打ち勝ったならば、その者たちが都を守り通せるのもまた道理。違う。なるほど。道理だ。それならば、存分に暴れるとしよう。Become the next guardians of the city. 達成。素晴らしい戦果です。ってなんですか、この喋り方。 Deadly fight of three powers. 私に任せてくださいまし。魔物ならいくらでも倒してやるが、肝心な姫様ってのはどこにいるんだ。生贄は迷宮最王の祭壇に連れて行かれると聞いている。正確な位置は王しかわからない。場所を教えられ、生贄を運んだ兵士も何も知らないまま魔物に処分される。口封じというわけか。吐き気がするほど徹底しておる。しかし困りましたね。それでは何のあてもなくこの広大な迷路をさまようことになる。獣人である彼に匂いを追ってもらえたらと思っていたのだけれど。ダメだな。魔物が入り乱れて匂いが踏み荒らされたように判然としない。王女とは一度会っているが、これでは応援。八方塞がりか。兄さん、この床、血痕が糸のように先へ続いている。え、まさか王女のものか。死に絶えた魔物は基本血液さえ灰となって消滅する。何よりこの血の跡は小さく綺麗すぎます。姫だ、姫に違いない。彼女が私たちに居場所を教えている。行こう、アリアドネが導く先へ。はい。あれは兵士たち？とうとう人の資格が来たか。王命により逆賊どもを撃つ。このラビリンスで奴らの子宮をあげるのだ。覚悟しろ、アルゴノート、裁かれの罪人ども。面白い、やってみせろ。You're all too pathetic to fight Argonaut. 逃がすか。I mean, you literally are. Unshot. When we get to the higher difficulties, then maybe you'd be able to get through without being one shot. ゾウヒョウと思いきや。敵も必死のようですな。まるで獣のように瞳をギラつかせて。報酬でも約束されているのか、あるいは脅されているのか。貴様もいい加減戦え。魔物まで来ます、気をつけて。 Let them be eaten by monsters while we can push on ahead. 私が後ろを守ります。手を貸してあげる。敵を応えてけ。 Sure.Goodbye. 兵士が魔物に襲われて。化け物と兵士、そして俺たち、三つどもえってやつだな。魔物が自由に動き回るのが唯一の幸いだな。奴らは人の都合など知らん。近づけば誰かで関係なく襲いかかる。王都側の思う通りに事は動かん。
ユーリ、どうした？やかましい足音の重なり、新たな一団がここに来るぞ。しかもこれは、おい、待て。あいつらの後ろについてきているのは、獣の行列、どれだけいるの？まさか。自分たちを餌にして大量の魔物を私たちの元まで。熱い。What moons？偉大なる王に栄光あれ。 There's no glory in this whatsoever。暗黒の時代を覆す光に。勝利選択。 That's the first time every single enemy has been different. I mean, it's still the same enemies we fought previously, but in the same team. さあ始めましょうか。私の戦争は。Where it burns。取りに参りましょう。連携を阻まれ、お互いを見失ってしまう。おっと。お前たち、どこだ。離れ離れになるぞ。この兵たち、まさしく私兵。剣で切り裂かれようが、魔物に食らいつかれようが、死に物狂いで向かってくる。こんなの、まともに戦うことも。しかおるな。アルゴノート、ええ、大丈夫、ありがとう。集え兵たち、もっとだ、魔物を連れてここを奴らの死に場所に帰ろう。いいのか指揮官殿、このままではあなたも命を捨てることになるぞ。構うものか。ここで失敗すれば、どうせ私は魔物の餌。そうでなくとも、都の守護者を失えば、将兵は男と滅ぶ運命。そも私にとって、あの暴力の化身こそミノス将軍そのもの。偽りの仮面だとほざくか。いや違う、将軍は実在する。He's gone mad. あのお方の暴力こそ絶対。私は将軍の圧倒的な蹂躙に見られ、忠誠を誓ったのだ。あらゆる戦場に導き、多くの命をあの方に捧げると。ならば、いかなる手段をもってしても、貴様らをここで葬るしかなかろう。壊れている。ずっと間近でミノタウロスの蹂躙を見ていたせいで、感覚も価値観も何もかも。王とは異なり、彼にとってミノタウロスの悪夢そのものが神。彼もまた狂信者か。愛する者たちを持つ兵士を失いたくなくば、命を捧げろ。ミノス将軍を殺させるな。He's not your savior, he's your downfall. やるしかないな。 Oh? 頼む、ウス。 You gonna hold him back? It's literally just Crozo. Oh, hey! 暗黒の時代を覆す光に。決まりました。 Dang! Hello there.Goodbye. 暗黒の時代を覆す光に。こんな光に歩くのが初めて。Gonna fight the commander next. Oh, not yet. なに？炎の濁流が。
私たちだけを避けて。Come on ahead. 今なら兄さんたちと合流できる。行け、アル。ここは俺が何とかしてやる。クロト。お前がまともに関わっちゃいけない連中だ、こいつらは。お前がしなきゃならないのは、もっと真っ当なことのはずだ。知ってるだろう。俺は結構強いぞ。敵がどれだけいようと、全部燃やし返してやる。しかし、なあ、アル。俺は信じられないか。まだ出会ったばっかりだ。信頼丸々預けろとは言わない。ただ俺のこともそれっぽく呼んでくれよ。俺もお前の仲間になりたいんだ。いやいや、何を言ってるんだクロゾン。君はとっくに私たちの仲間だ。私は君に信頼を預けるぞ。だから任せたぞ、我が無二の友。私を助け、私を支え、私に勇気をくれた、たった一人の鍛冶師。行こう。アルゴノートたちが、貴様、余計なことを。この都の人間でなければ、英雄候補ですらない。本来いるはずのない部外者め。何者だ、貴様は。俺が get a full name? 俺はクロッゾ。Nope. ただのクロッゾ。Just cut out とも武器が売れない。しがない鍛冶師だ。ならばクロッゾ、貴様は自分が何をしているのか分かってるのか。He knows full well. いや、それがあまり分かってない。正直成り行きでここまで来ちまったんだ。ただ自分が今何をやりたいかは分かってる。なんだそれは。旧国の英雄でも気取るつもりか。国を救うなんて柄じゃない。ましてや世界を救うなんて想像もできない。ならばなぜ我々の前に立ちはだかる。So he can help his friend. 友のため、俺を信じてくれたアルゴノートのためだ。な、ああそうだ、まだ会って間もない連中だ。ただ放っておけないんだ。助けてやりたい。国も世界も救えない。そんな俺が戦う理由なんてそれで十分だろ。この愚か者が。行くぞウルス、力を貸してくれ。仲間パワー。 Take out this dang commander。私が後ろを守ります。こんな風に歩くのは初めて。 Thanks for the medals。 And down he goes。 景気よくやりすぎたな。なんだウルス、あ、また寿命が縮んだ。そりゃしょうがないな。処方がないだろう。だってあいつらのためだ。少しでも生きるために取っておいた力なんて使ってやるさ。 Kadozo, no! そうさ、武器と一緒だ。魔剣と一緒さ。He gave his life literally. The power he got was at the cost of using his own life essence. 少し疲れたな。少し眠るか。勝てよ、アル。Oh, come on! Kadozo, no! まるで英雄のようですね。Damn it! Innocence friendship! 今日も強くなる。兄さん、クロットさんだ。彼は強い。きっとすぐに追いかけてくる。
信じるんだ。アルゴノート。 Oh, it's these pompous fools again. 君たちは英雄候補。信念も矜持もない獣ども、王の側に首するか。バカ。富も名声も約束する方につくに決まってんだろ。それに俺たちは王に選ばれたんだよ。You guys are pathetic. 大型の魔物が複数。しかもあれは竜？いえ、今考えるべきなのはそこではありません。なぜあれほどの距離で彼らは魔物に襲われないのか。やっちまえ。まさか今のは奴らの命令を聞いた魔物がか。待って、あれは鎖の破片。まさか砕けたアーティファクトの一部を魔物に取り込ませた。こいつはすげえぜ。あんなにおっかねえ魔物が俺たちの言うことを聞きやがる。これでお前たちをひねりつぶしてやる。愚かな。その程度の破片ではすぐに制御できなくなる。霊族するためには使用者の血が必要。支配を続けようとしても終わり、支配を終わらせても終わり、あなたたちは必ず破滅することになる。そんなこき落としに引っかかるかよ。俺たちは英雄だぜ。死ぬわけねえだろ。 Yes, it will. And you are no heroes. こんな雑誌どもにかかずらうだけ時間の無駄だ。こやつと同じ意見なのは尺だが賛成だ。お前たちは先へ進め。ユーリ、ガルムス。時間がないのだろ。姫が生贄になるまで猶予はない。先ほどの鍛冶師のようにここは私たちに任せろ。いいのかユーリ、いいのかガルムス。君たちがいなくなれば私のハーレムだぞ。いちいちふざけなければ死んでしまう病気かき様は。なぜ俺たち相手だと最後までしまらんのだ、ドケベ。無念だがつづらずにはいられない英雄にし。 Oh my god. He's got his home now. アルゴノートは共に背負わされミノタウルスの元へ急いだ。行こう、アルゴノートと愉快なハーレムたち。私たちの幸せを願って送り出したユーリたちのために。不愉快だからやめて。今度行ったらしばき倒しますよ。さすがにおぞましいですな。あ、すいません。あ、ちょっ、あだ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 、殴らないでごめんなさい。行きましょう、皆さん早く行きましょう。あのドケメ、最後の最後まで悲壮な決意をさせてくれんやつだ。ユーリ、ガルムス、君たちに助けられた恩を私は決して忘れない。私の背を押してくれた君たちの勇姿も決して。頑張れ、負けるな。これが終わったら王都で一番うまい酒を飲もう。私を助けてくれた憧れの英雄たち。ああ、まったく。Come on. 本当に人の胸をかき乱してくれる男だ。That he does. 話は終わったか、憧れの英雄さんよ。二人だけで俺たちの魔物に勝てると思ってんのか。 You're messing with one of the strongest. 大型の1、龍が2、飛龍が1。
やれるか。普通ならば無理だ。故郷がそうであったように、俺も奴らの牙に蹂躙される。だが危機を前にして、なんだろうな、この気分は。そうだな、まるで勇者を魔王のもとへ送り届けるおとぎ話のようだ。やめろとは、そのような高尚なものはない。これはただ道家の尻を蹴り飛ばした、それだけのことだ。 OK、be that way。 Oh god, literally is a dragon。 暗黒の時代を覆す光。 王女アリアドネが命じます。 Why did Stilkin get one shot, ironically, at this level? Hey, I never noticed, but literally items that were getting are called comedy scripts. Took me this long to realize that. 暗黒の時代を覆す光。 あなたたちが退屈しませんね。 Still not as evil as it should have been.バカ力め、足を踏むだけで床が割れ、身を揺するだけで衝撃が外れる。最初の威勢はどうした。まだまだこんなもんじゃねえぞ。竜の火球、一発で迷宮の壁に穴が。そら弾き飛ばしやれ。どこまで吹き飛ばせば気が済むつもりだ。壁を何度もぶち破りよって。どうだここは。ドナク、避けろ。俺たちがいることを忘れてねえか。獲物の爪と土もダメになっちまったな。いいざまだぜ。すげえぜこの鎖はよ。魔物を支配して気に食わねえ野郎どもを好きなだけ殴れる。俺たちが最強になれる。 No, you're still the weakest。 その鎖を使った者はあの王と同じように例外なく醜悪な魔物となるらしい。カッコつけてんじゃねえよダボが。その目で見るのをやめやがれ。アルゴノートの野郎も腹が立ったが、特にてめえらは気に入らなかった。いつも上から見下しやがって。強いからってすましやがって、弱いからってなめやがって。誰も彼もてめえらみてえに強くねえんだ。てめえらみてえに誇りや信念を貫けねえんだよ。それならこんなクズになり下がるしかねえだろうがよ。それがお前たちの偽りなき真意か。ならばやはりお前たちはただのクズだ。ひがみそねむだけの雑種だ。何？お前たちより弱く、お前たちが見下していたあの道家は立ったぞ。最後まであやつはあがくのをやめなかった。決して届かぬと分かっていながら英雄の名に背かなかった。あの弱き者にはできて、自分たちにはできるとわめきさせる。笑わせるなよコッパども。お前たちに足りるものは力や才などではない。邁進を恐れぬ強き意志よ。安心しろ俗物ども、私たちも貴様らも英雄にはなれはしない。あの男のような真の英雄には決して。うるせえ。 It hurts to hear the truth, doesn't it? ここでぶっ殺してやる。死ね。バイバイ。そういえば言っていなかったな。私は
足癖の方が悪い。俺もこの拳こそが至高の武器を。足すでくたばれ。Poor baby. Fighting them next. Here we are. 逃がすか。勝因選択。これが私だ。Why are we only fighting these two though? Aren't there two others? 夢のように楽しかった。Okay, Moon Howler and Raging Earth. さあ、私たちのデートを始めましょう。カナ、おっと、てめえらよくもやれ、魔物どもおい、なんでこっちに来るんだよ。俺じゃねえ、あいつらだ、あっちだ、あっちに。Listen to him now。やべ、やべは、食べないや。うわ。And he's dead. That's good! And so is he. 鎖の支配力が切れた。霊族を出せれば、操っていた者に怒りの矛先が向くのは道理だろう。来るぞ。くそ、束縛から解き放たれ、魔物の銃声は増すばかり。先ほどより手がつけられん。我々も獲物を失った。殺せ、こいつらを殺しちまえ。俺の最後の命令だ。俺らごとこいつらを食い殺すんだ。貴様And he's hit. Yuri Garmasu! Oi! Ikite iru ka, Weaulf? Ah, kisama ni kabawareta okage de na. Doko made oi yarareta? Mohaya, koko ga meikyū no izuko ka mo wakaran.デタラメな化け物どもめ。勝てないか。人の身では獣に落ちなければ。ドワーフ、外の匂いがする。何？我がふるさとと同じ草の香り。きっとこの王都にも似た平原があるのだろう。若草を撫でる涼しげな焼き、日はとうにくれたのだ。なんだ、何を言っている。きっと外は美しい月も出ていよう。穴掘りは得意か、ドワーフ。知れたことを聞くな。ドワーフが穴を掘らずして誰が洞穴を築くというのだ。ならば砕き掘り進め。その壁の奥に我らの大地が広がっている。なあ、確かにいい夜だ。雲はなく、空は晴れ。神々が微笑んでいる。来たな。獲物を貪り、血肉に酔う怪物ども。のこのこと、この月の下に姿を現したな。
が名はユーリ、誇り高きローの部族、俗称ローラの長子。これより誇りを捨て、ただの獣となりて、貴様らを食い殺す。俺の牙と貴様らの牙、どちらが上か、月下の下で証明しよう。Oh, hell yeah. Let's do this, Yuri. Even though I don't have you in the party, technically speaking. お、来るのだ。じゃあ、ありがとうございます。Okay.What is next? All right, we got a wyvern. こんな風に歩くのは初めて。 Last but not least, is the dragon? Yes, it is. Both dragons. これが私だ。 Oh boy, two dragons in one fight. That's gotta be rough.などくれてやる。ここで燃やし尽くさずして、何が牢の戦士。妹よ、お前を守れなかった俺を許すな。怒号よ、見殺しにした俺の無力をいつまでも呪え。お前たちを失った過去を糧に、俺は今を打ち果たす。ああ、1言われなくとも、大地の民、ドワーフが期待し創建、竜殺し、貴様にくれてやる。Is this the end for Yuri? 打ち取ったぞ、ウェアウルフ。俺たちの勝利だ。And Galmus. おい、返事をせんか。いつもの生意気な口はどうした。まったく、どいつもこいつも俺より先に。 Oh, come on! ローの部族、ユーリ、俺が認めよう。貴様こそドワーフにも勝るとも劣らない誇り高き戦士。So first Crozo, now Yuri. What Galmus is saying means that he's most likely gonna live. So we're ultimately gonna most likely lose the one person that I don't want to see die, but was probably foreshadowed with, you know.Ariane's second assist unit with his swords back behind her. Oh boy, dungeon traps. 今日は何人殺せばいい？ラビリンス中に響いていた激しい音が消えた。もしやユーリ殿たちが。進もう。進まなければ私は彼らに怒られてしまう。ユーリたちのためにミノタウロスを撃つ。オルナさん、どうしたんですか？彼女が現れない、それが何よりも不安で怖い。こちらを捉えていないだけ。
それとも気を伺っている？ Oh, she's coming. That's gonna be most of the help. It's Minotauros! You can hear him! 血がうなるような方向、恐ろしい何かが打ち上げたような。間違いない、ミノタウロスが目覚めた。しかも近い。And there he is. This ain't gonna end well. Oh boy. ミノタウロス。一度目にしていたけど、違う。他の魔物とは違う。ここまでなんて。威嚇的な体躯、銃声を帯びた声、血濡れのラビリス。ああ、恐ろしい。まさに怪物のゴンゲのようだ。雷帝の剣よ、私に力を貸せ。ここで決着をつける。Oh, we're fighting it right now. 来るのか？手を貸してあげるわ。兄さん！精霊のイカズチが効かない。いくら肉体を焼かれようが、敵の極は揺るぎもしない。まだ。知ってた、知っていた。敵が強大だなんてことは。しかしここまでとは。だがここで負ければ姫は。負けるものか、追われるものか。いいや、終わりだ。Here she is.案件？まさか。ヘルミナ！冒険は終わり。道化の最後は私が綴ってやろう。アルゴノートは石につまずき、魔物に殺された。あーボーイ。兄さん、いけない、助けなければ。許すと思うか？天井から障壁が。これではアルドノのもとに行けない。ラクリオス王家が冥皇に命じて備えつけさせた罠。この手のからくりはラビリンスの至るところに存在する。ヘルミナ、あなた、開けてください。ここ開けなさい。無理だ。一度下ろした障壁は元に戻せない。元よりバカを言うな。あのお牛は神聖の怪物。同じ空間にいれば私たちも食い殺される。特にオルナ、弱いお前は真っ先に死ぬ。そんなものは許すものか。精霊の力を得たアルドノを最初から分断するつもりで。厄介な男はこれで罪。壁の向こうで食い殺され、ミノタウロスを撃てる者はもういない。あとはお前たちを始末するだけ。さあ死ね。
Oh jeez, what a wonderful sister you are. Victory fades, defeat closes in. I don't like the name of this one. 強い意志で乗り切ってみせます。強すぎる。ここまでとは。銀融詩人。最も得体が知れないのはお前。先に潰す。それは買いかぶりというもの。私はアル殿と同じく、取り柄は逃げ足くらい。どうか見逃してくれませんか。無理だな。ユルーさん、契約に応えよ。大地の炎よ、我が命に従い。そういえばお前にはそれで何度も邪魔されたな。She just broke her arm or something. A hand, maybe? なんてこと。安心しろ。お前のリラも、もう二度となりはしない。そしてあの道化も。すぐにお前たちの後を追う。私はどこまで飛ばされた。ウィーナたちはどこに。傷が深い。骨には響か。これは。もしかしなくてもまずいじゃないか。だが泣き言も言ってられないか。This is not looking good, man. I mean, looks like Argo can do massive damage to the Minotauros. 16,000 to one hit is really nice. 心のどこかで分かっていた。いくら精霊の力を手に入れても。どれだけのズルをしても。アルゴノートには才能がない。技術がない。力が足りない。圧倒的に資格が足りない。私では。この魔物に勝つことはできない。体が動かない。血がみっともなく溢れている。やられる。聞こえるか、果てしなき傍獣よ。目覚めているなら耳を貸せ。傾聴せよ。あらゆる状況、一切関係なく、生贄を優先せよ。直ちに王女を喰らうのだ。鎖に残されし全ての魔力をもって命ずる。アリアドネを取り込み、再び我が忠実なしもべとなれ。これは王命である。 I really, really hate you right now.
私に背を向ける。どこへ。いや、姫を。くそ、動け。行かせてはいけない。行かせるものか。私を見ろ、ミノタウルス。私はここにいるぞ、大いなる魔物。行くな、頼む、行かないでくれ。やめなさい、エルミナ。お願いだからもうやめて。She ain't gonna stop。 それ以上彼女たちを傷つけないで。聞けないな、オルナ。安心しろ、オルナ。お前は私が守ってやる。私が全てを始末してやる。話を聞けと言っているのよ。私に近づく者は全員殺してのけて。私を守るですって。笑わせないで。王とあなたは私を鳥籠に閉じ込めたいだけでしょ。それでも私はお前を守る。終わりだ、英雄候補ども。あの道家と共にこの暗い迷宮で屍を晒せ。死ね。Is one not gonna jump into the blade? させるものかよ。ガウムス。生きとるか、エルフども。あなたは。シセイヤ。But sadly, you he's gone. 君と僕の絆の勝利だぜ。Unless he just passed out.That his transformation makes him pass out and makes it seem like he's dead when he's really not. I can hope, right? Blooming obsession of the past. Of course, now I finally gotta use one.浴びるのは赤い鮮血、耳に残るのは悲鳴の残滓。繰り返される闘争の中で数えきれない命を奪ってきた。殺すことしか知らない。死に近づく痛みしか実感できない。だから殺すしかなかった。だって死ぬのは痛くて怖かった。暴殺し、絞殺し、斬殺し、虐殺し、人も魔物も関係ない。多くの死を乗り越えて多くの死を生んだ。心がいつ凍えたのかはわからない。涙は元から枯れていて、感情は真っ先に耐えていた。だからか気づけば誰もが私を恐れていた。誰もが殺される前に私を殺そうと躍起になった。死に囲まれる毎日、豊かな生ではなく冷たい死に埋もれる居場所。それが死んでいることと同じだと気づいたのは随分と経った後。生死の境界に立つ私には何もない、何もないはずだった。死んじゃダメ。けれど That was one, その言葉に救われた。これだけは、これだけは失わせない。守ってみせると。ただそれだけを誓った。
ついたぞ。しかしこれはどういう状況だ。罠にかかり、アルドノとは分断されました。彼と合流しようにも、目の前の彼女をどうにかしなければならず。それよりガルムスさん、ユーリさんは一緒にいたはずじゃ。少し傷を負ってな。今は休んでいる。頑丈なドワーフとは違う貧弱な獣人だからな。奴もすぐに追いついてこよう。それまでにこいつを片付けてくれる。無理だな。死にかけのドワーフが加わったところで私は下せない。ふん、不意打ちしかできぬ暗殺者風情がよく吠える。お前は何か勘違いしている。私がこれを極めたのは王都に来てから、必要に迫られたからだ。いまいましき我が故郷テルスキュラの教えはこんな軟弱なものではない。私の最も得意とするところ、それは正面からの殺し合いだ。うわ、カルムスさん。いいだろう、闘争を望むというのなら解体し引き潰し、貴様らを肉塊に変えてやる。 He's crazy。私も冒険を。覚悟が決まりました。 Because of the difficulty, she can still die in one hit. Man, imagine if the story went like that, when they just went down one hit. 仮にも英雄候補が3人いるというのに、たった1人で抑え込むとは信じられない。アマゾネスのエルミナ、ここまでの傑物だったとは。なぜ私がお前たちをすぐに殺さなかったか、わかるか。使えるからだ。利用できるからだ。この王都の守りに貢献できる。オルノを守る楽園のために。どうして、どうしてオルノさんにそこまで執着するんですか。簡単だ。オルノはアマゾネスの出来損ない。私が守らなければ死んでしまう。お前も兄弟ならわかるだろ。だからお前たちが楽園を滅ぼす因子と分かった以上、生かしておく意味はない。ミノタウロスは王都を守護するための絶対の盾。人類最後の領域を守り抜く方法はこれしかないのだから。オルナを守る楽園は失わせはしない。矛盾しているぞ。その楽園はすでに俺たちの討伐の成否に関係なくついえる運命。王族はもはや二人、支配から逃れたミノタウロスはこの都を滅ぼすだろうに。ならば別のものに鎖を使わせ、新たな生贄を捧げればいいだけのこと。エルミナ、あなた。私が守りたいのはオルナだけ。ならば他のものがどうなろうと知ったことではない。妹の英雄にでもなるつもりか。オルナの英雄か、それもいい。必要ならばくだらない称号も受け入れてやろう。この身に変えても私がオルナを守り続ける。Come on, we lose. Awaken your true power. なんて滑稽なことだ。笑わずにはいられない。何がおかしい。オルナ殿を守り続ける、誰がどうなろうと。なんてひどい押し付けの願望。守るべきものの涙にあなたが気づけていない。それは歪んだ思いです。ねじれた妄執と言ってもいい。
あなたは私が見てきた中で最も強く、そして最も弱き戦士。あなたのそれは愛ではなく、愛の幻想に飢えた子供のわがまま、醜い独占欲ではないですか。 Tell her how it is。 さあ、始めましょうか。私の戦争を。 All right. Next up is Alone in Proud。 故郷を追われ、場所が変わっても、やることは変わらない。ただ手段が変わるだけ。あいつに近づく者を影から殺す。邪魔者を処分する。守るために危害を招かぬように、丁寧に、丹念に殺し尽くす。恐ろしい死を与えないために、死からあいつを遠ざけ続けた。ああ、だが、どうしてだ。どうしてお前は、そんな悲しそうな顔をする。 It's because of what you've become。 独占欲？私が？ほら、あなた自身が気づけていない。いえ、気づかぬふりをしている。エルミナ殿、一つよろしいですか。あなたにどうしても聞きたいことがありまして。聞く必要はない。答える意味もない。今ここで私がお前を殺す。では勝手に尋ねさせてもらいましょう。あなたとオルナ殿はテルスキラの出身と聞きましたが、本当ですか？何が言いたい？何？私は流浪の吟遊詩人、風よりも足が軽いエルフ。くしくもあの国へ一度足を運んだことがありまして。え？いろいろ死にかけたりと様々なことはありましたが、今は割愛させていただくとして。エルミナという名前、ずっと引っかかっていました。私はあのテルスキラで、それに類するものを聞いていた。そして今、ようやく思い出しました。エルミナとは、こちら側の発音。アマゾネスの言語。テルスキラの中でのあなたの正しき呼び名は、ウィーガ。テルスキラの歴史の中でも最強の戦士であると名高いアマゾネス。あなたを称え、畏怖する祝詞は常に国に響いておりましたとも。ゼ・ウィーガ、何時こそ真の戦士と。そのような傑物が国を捨て、ヒューマンの都に身を寄せていたのか。それもあまりにも強すぎたため、強さこそが絶対の正義であるテルスキラにおいても彼女は異端すぎた。当時の女王は彼女を恐れるあまり国から追い出し始末しようとしたと聞きます。それも全て失敗したようですが。じゃあエルミナさんは故郷を追われてこの王都に流れ着いた？おそらくは。しかしここで疑問が一つ浮上する。ウィーがエルミナ殿に妹はおろか姉妹など一人もいないのです。どういうことですか？妹がいないって。正確にはいなくなった。彼女はたった一人の妹を自分の手で殺めています。日夜殺し合いを繰り広げているアマゾネスの聖地、他ならないテルスキュラの儀式の中でウィーガは実の妹を殺した。それではあなたが守ると誓っているオルナとは一体誰なのか。
そんなものは簡単だ。あなたたちは偽りの姉妹、血のつながりなどない赤の他人だ。付け加えるなら、オルナ殿はアマゾネスですらありませんね。彼の種族と人並み以上に交流した私にはわかる。彼女はただのヒューマンだ。That's the truth. そんな。じゃあどうして二人は姉妹と身分を偽って。さて、何かを隠すために隠れ身のが必要だったのか、私には預かり知らないこと。それに今はそんなことどうでもいい。何者かの意図はどうであれ、エルミナ殿にとってオルナ殿が特別であることは変わりありません。先ほど語ったエルミナ殿の強烈な守護願望、それは失った妹をオルナ殿に重ね合わせて殺す。私の妹はオルナだ。私の妹はオルナだけだ。私の妹は私を殺そうとなんかしない。私の妹は私に殺されたりなんかしていない。私は、私たちは。それがお前のひた隠していた傷か。She's going crazy. The reality she's trying to create for herself is crashing down. She did in fact kill her sister. Oh boy. Dear sister.彼女と出会ったのは偶然だった。まだ私の母が生きていた頃、まだ絶望を知らなかった時、まるでボロのような傷だらけの姿で私たちの前に現れた。死角に襲われ続け、力尽きようとしていた彼女を護衛の兵士は殺そうとした。私はそれをとっさに止めていた。その時の彼女の顔を、涙を見て、私は彼女が孤独なのだと理解してしまった。その日からどんなに憎み、いくら恨もうとも、私は最後まで彼女のことが。攻撃が乱れている。冷酷な苛烈さが奴から消えた。エルフ、貴様最初からこれを狙っていたな。このような惑わしは本来アルドノの役割なのですが、我々も手段は選んでいられない身の上、この回る舌を持って彼女の鎧にひびを入れさせてもらいました。語っては語る恐ろしき銀融詩人め。俺からすればお前もあの道家も同族よ。いやー、耳が痛い。それではガルムス殿、もののついでに一つお願いを聞いてもらってよろしいですか。彼女が取り乱している今、あなたならば抑え込める。どうか時間を稼いでもらいたい。私が正気を呼び寄せましょう。いいだろう、俺もお前の口車に乗ってやる。私だって腕が折れても魔法は唱えられる。行くぞ。Currently right there when she's just running. 王女アリアデルが命じました。I know they most likely can't actually show it. 契約に応えよ、生命の息吹を。
我が命に従い加護を与えよ。宿れ風の剣の王、愚風の王、紡がれし歌をここに。ウィンド・フェリシタル。これはまさかエンチャントか。私が習得できなかった魔法の一つ、誰をも強き戦士に変えるエルフの秘術。すごい、ユルーさん。栄翔が長い上に効果も短いので、なかなか使いどころがない代物ではありますが、迷いを抱える戦の王を打つ程度なら、その力も遺憾なく発揮しましょう。こんな芸当ができるなら最初から力を貸しておけ。しかしこれならば。Actually, catch that power from the very beginning, Yuri probably wouldn't be dead. 暗黒の時代を覆す光は、退屈しませんね。Okay. あのエルミナを吹き飛ばした。形勢逆転ですね。いくつもの策を用意して、ようやくですが。まだだ、この程度で。私はオルナを守る。たとえ血がつながっていなくても、オルナは私が。フィーナ、そっか、そうだったんですね。だからあなたはあの時私にあんな質問を。お前とあの道化はつながっている。どうして血がつながっていないのにお前たちはつながり合える？私はあの時騎士官を覚えた。あなたに共感を覚えていた。血のつながりのない私と兄さんと同じように、あなたもまた血がつながらない姉妹だったから。でもこれだけははっきり言える、あなたは間違ってる。何？だってあなたの妹は笑っていない。私の兄さんとは違う。あの人はいつもヘラヘラと笑っていて、誰かを笑わさずにはいられなくて、涙なんて大嫌いで、私をいつも笑わせてくれる、喜びや幸せを分けてくれる。だけどあなたは違う。あなたのはただの独りよがり。オルナさんに自分のわがままを押し付けている。あなたはオルナさんのことも鎖で縛り上げているだけ。黙れ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 。Man, it hurts to hear the truth, huh?私はオルナを守るために、守りたかっただけで、だからそれだけなのに、どうして。お前はもう自分を守る鎧を失った。冷酷な暗殺者はもういない。構えろアマゾネス、ここで決着をつけてやる。It's time to defeat her once and for all. Oh, how ironic. Elmina took out Elmina in the very last moment. Okay. まだだ、まだ。まだ立ち上がるか。彼女もまた執念の戦士。私はオルナを、オルナだけは。もうやめてエルミナ。知ってたわ、あなたの気持ち。私のために
あやめ、守ってくれた。私のために誰かを殺すあなたを、私、憎んでいた。でも止められなかった。すべて諦めていたから。自分には何もできないと。何より、止めたらあなたの心が壊れてしまうんじゃないかって。あなたが本当に一人になるんじゃないかって。そう思ってしまったから。でも、もういいの。もういいのよ、エルミナ。私は鳥かごで暮らすのではなく、自分の選んだ道を進みたい。だから、今日まで守ってくれていて、ありがとう、エルミナ。オルナ殿、フィーナ殿、先へ進んでください。ご覧の通り、我々は深手でろくに動けません。どうかアル殿を救い、力になってあげてください。はい。エルミナ、今度生まれ変わったら、私たち、本当の姉妹になれるといいわね。こんな戦い、無意味だ。たった一匹のミノタウロスを撃つだけの戦い、それだけの話に過ぎない。後に控えるのは無限の魔物、大穴よりあふれる異形どもの侵略は止まらない。たとえここを乗り越えたとしても、お前たちは死ぬ。オルナと私たちに未来はない。いや、意味はある。我々が切り開いた道をたどって、また新たな英雄が立ち上がり、時代を担っていきましょう。それが英雄神話、あの道家が望む未来よ。I mean, hey, they do kind of... お疲れ様です。やりましたね。They are technically reborn as real sisters, Tiona and Tione. Ironically, the human was reborn as an Amazon, but still works out, right?